海側は、明石海峡大橋を一望できる地図マリンピア神戸は、神戸市ダルミクのウォーターフロントにある、ショッピングモール。三井不動産開発三井、不動産商業マネジメント運営のアウトレットモール。人と海と魚の触れ合いの場をテーマに、神戸市によって整備された。総面積18.5ヘクタール。店舗面積16,600平方メートル。証券人口は、 約500万人。コンセプトは南欧の港町。以前はマリンピア神戸ポルトバザールという名称であったが、三井不動産が全国で運営するアウトレットモールの名称を統一する方針から2008年4月1日付で解消された。漁業に対する理解を求めて作られた教育機関。愛称は魚の学校、のびのびパスポート対象施設。 神戸フィッシャリーナに面して立つ三井アウトレットパーク、マリンピア神戸の施設群神戸市及びヤマハ、発動機運営のヨットハーバー。神戸タルミ海の駅の名称で、海の駅に登録されている渓流施設。共用期間は2022年3月末まで。かつて、神戸市漁業協同組合が運営していた施設。地元で採れた、魚介類を扱う市場と、レストランで構成されていた。 その後、三井不動産によって改装され、現在はファクトリーアウトレッツアネックスとなっている。ありがとうございます。